本田圭佑、現在のサッカー日本代表に対してぶっちゃけてしまう WWW。サッカー元日本代表の本田圭佑選手が26日、日本テレビの番組、Goingスポーツ&ニュースにインタビュー出演し、レアルソシエダの久保建英選手について語りました。今の日本代表で一番技術力が高い選手。ゴールはもちろんですけど、アシスト、ゲームメイク、ためを作るとか、ファンを喜ばせるようなプレー。ボールを一度振れば、何か起こるんじゃないかと思わせるようなプレイヤー、とその魅力を語りました。あれだけ上手い選手で何でもできちゃうんで、ポテンシャルが高い分だけ、まだまだ活躍できるんだろうなという風には思います。に期待を寄せました。ケースが本田が出た骨してて草。このメッセージが竹に届いてほしい。ここまで絶賛するのは清木よしいな。本田と竹はプライベートでも会ってるみたいだから、メディアで共演してくれ。正直、久保と富安は代表の中でも頭一つ抜けてるよね。久保に頼りすぎない、今のバランスがいい日本代表が続いたら、もっと上いけるはず。久保がまだ22歳ってことも大きいよな。今後の成長がまだまだあるはず。本田は東京オリンピック前からずっと久保推しだったよね。ケースが本田は18歳でレアル入団時から絶賛してて一度潜れてないのが最高。その久保にポジションを譲れという声が一切出ない伊東純也もレベチ。久保はずっとバルサでやってきてたけど、冨安はアビスパユースからアーセナルで試合出てるのが異常。いつか本田圭佑に日本代表の監督をやってもらいたい。うまさだけなら伊東純也なんて久保の比較にもならない WWW。将来的には絶対久保中心の日本代表になる。やっぱり10番は崖だよね。